成功です。世界を奇跡の虜に。これこそがリネとリネットのマジックショー。お前か。炭治郎に置いていかれてしまった焦りからなのか、丁寧に教えてもらってもうまく覚えられないんだよ。伝えなくていいぜ。聞こえてる。俺に気づいてなかったろ。ほだされてんじゃんか。ミスってんじゃんか、ヒーロー。やっと成功しそうだったのに、ユージが余計なことを言うから。お前がバカなこと言うからだ。自分のことを棚に上げてなんだよ。てめえやんのか。ついに出たな、ブラテンラ・ゲルマニカ。ダメだ、掃除機のノズルじゃブラテンラ・ゲルマニカは倒せない。いや、だからバカには任せられないってお前が言ったんだろ。ん？お前は俺よりもバカなんだから、お前言ってることが矛盾してるんだぞ。え？皆さん、マジックの神髄は虚実の入れ替わり。実は変な顔してラムを笑わせようとしてたりして。こんなこと言ったら怒られちゃいますかね。きっとルーです。ビッキーは途中までルーに協力したからお礼にハサミをもらったんですよね。ご無沙汰ね。ってドラゴンの呪いって何？もっと詳しく、早く詳しく。のくせにまともに魔法が使えないなんて。セカラシカ。あ、母よ。毎回ちゃんとさやかちゃんの分も釣ってきてやるけんたい。ソフィーちゃん。人間怖がって逃げたんじゃ。これ開かなくなって困ってた瓶とか蓋なんだけど、あの力があれば。急いで家から持ってきたの。よかった。大事なもの。はい、ですね、この子はナミ君。私、ナミ君がいないと眠れないんです。僕の任務。嬉しい。オナシューの一個下に当番のやつがいるなんて。よし、タケミチ。え？バルハラのアジト行くぞ。え、バルハラ。おい、タケミチいたぞ。昨日告白の練習に付き合ってもらってから山吹のことが気になり始めちゃってさ。俺もだぜ、アモイ。つうわけで俺たち付き合うことにしました。嬉しいです。私は夕顔が、葵さんと一緒に作ったこの場所が大好きです。葵さん、いろいろありがとうございます。アワードスーツの一種でね、走ったり飛んだり重いものを運んだりする動きをアシストしてくれるんだ。つまり着れば上演時間いっぱい走り回る。まあいっか。正直俺はユナが助かっただけでも満気に告白でもすりゃいいんじゃねえの。勝手に話進めないでよ。私はあれでも約束も無効だし。どうしてあんたはいるの。事実、君の目に映るのは真実ではなく。おやん、陽子ちゃんはどうなるのじゃ。やんやや、んやや、んふんわりほかほかして味も美味じゃ。わらわの熱い愛の炎なのじゃからな。うやん。なんで来たんですか。汚い。何ジロジロ見てるんですか。この打剣ド S なのです。そしたらね、へい、花垣くんのことひなが守ってあげるの。ひな空手やってたから、もし男の子だったら強いよ。あ、すいません、自己紹介もしないで。ちょ、え、はじめまして、私1年の水瀬なぎさです。よろしくお願いします。ここは私が木島に閲楽を教えるしかない。腹を満たしてその後セックスだ。木島くん頑張ろう。範囲は決まってるから、きちっとやれば大丈夫。大半の人は気づいていない。その目で真実を見つけることに。きっと
夫なの？え、あ、それは、そう、授業が終わる頃に急に良くなったの。サボりたかっただけだ。リトさん、リトさん、せっかく本命の春菜さんがいることですし、何かアプローチしてみては？あ、何言ってんだ、モモ。お守り役は私一人で十分ですから。でも私には関係ないよね。もしアトちゃんに何かあったら、大しけ覚悟なさい。バユンユン、アークウィザードにして上級魔法を操る者、やがてはコウマ族の王者となる者。さあメグミン、この私と勝負しなさい。捕まるってどういうこと？逮捕とか？お名は？罠？恋の罠？フォーリンラブ的な？そして演出は人によって作られる。どうやって？実は私、英語苦手で。アメリカ人なら英語教えてくれませんか？さっきあっち向いてほい付き合ったお礼に。ちょっと待ってて。ちょ、スイ？ね、大きくなったり小さくなったりできるみたいだよ。今度私の仲間に手を出したらお前をかぶってやる。お願い？早くパパに会いたいってミリお願いしたよ。消えた人たちは星になって私を守ってくれてるってアポニアお母さんが言ってた。でもそんなの嫌。私もみんなと一緒に自分自身の夢を持ちたいの。どうやって？ああ、最終奪還作戦開始。俺には悪霊が取り付いている。そいつは俺に何をさせるかわからん。喧嘩の時も俺はその悪霊を必死に止めたんだ。だから俺をこの檻から出すな。あ、ところでこのバイクって誰のだ？私の。ああ、そうか、悪いね。人質取ったクズ連中のかと思ってよ。そいつらに投げつけようと思ったんだが。違うならまずいね。あなたをマグノシタットへ引き渡しはしません。決して。金属器が王女を拒んだ。好戦的だね、今時の和光。やはり甘すぎる。法廷での歓談は控えてもらいたい。審判はまだ終わっていない。巨人化直後、体を激しく損傷し、回復に手一杯のうちは巨人化できない。そうだったよな。おい、返事しろよ。カム落ちして当然だ。神器を武装させて人さらいなんかするからだ。イシャモン、日和を返せ。八九人、僕の名前をファンシーグッズのリトルツインスターズみたいに言い間違えるな。僕の名前は荒薙だ。つうかお前、さっきすっ転んだ僕に対して驚きのリアクションを取るとき、ちゃんと荒薙さんって言ってたじゃねえか。だから女の子の携帯を踏みつぶすことを趣味にするよ。その男の子、つまり僕も今や高校生である。先ほどご覧の通り、超能力は今も健在。手を触れなくてもスプーンは曲がるし。けど目を研ぎ澄ませば君も勝者になれるかもね。ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。と諦めない。何としてでも勝つ、何としてでも生きる。うわあ。私はあの方に何を伝えたいのか自分でもわからないのです。私はまだあの方が言ってくださった言葉の意味さえも理解していないのですから。
どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。私は海が怖い。戦いの光景を見るたびに私の心は恐怖に震えて、一つの衝動がこの体を突き動かす。弱き者のために槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。面白い。だがそれでしかない。優れた役者は技を磨き、皆を釘付けにしなければ。リコ、お風呂お先。今日は早く寝れそう？リコってすごく運動音痴だから、こけるところ見られるかな。楽しみだな。さてと、キュアラモードデコレーション、キュアショコラ。出来上がり。皆さんのお考えは承知しました。あとは私が決定を下します。委員会はミキオさんで決まりのようですね。クリスマス会行けなくてごめんって。やめろカズキ。ヘリ、よく来たなレイ。アビーちゃん。了解しました、アビーちゃん。相変わらずだな、そういうところ。あいつにそっくりだ。ああ、全然物足りないよ。はあ、いつになったら本物のサプライズを僕にくれるんだい？時々ですけど、名前を口にするんです。レムの名前や姉様、それにエミリア様。あのお方にお会いできたら何か変化があるかもしれません。いまいち伝わりませんでしたが、昔のあなたと今のあなたが大きく違うことは分かります。その子との出会いがあなたを変えたんですね。考えを変えよう。ペル君、君があのモンスターを倒すんだ。ここでステータスを更新する。君の力をあのモンスターにぶつけてやれ。あの人編入試験満点だったって聞いたから。そうなの？うちの学校始まって以来だって。ねえ、あの山田って私のこと好きなの？あれ、なんかそんな気が。